のろぺこショップチャンネルです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い刺繍のポーチです。また動画の最後に一つ一つ作品番号とお値段をご紹介していきます。同じ形なのでまずはこちら259番で詳しくご紹介します。花柄のポーチにグレーの猫ちゃんが刺繍されています。四つ葉のクローバー、そして猫ちゃんはスカートを履いています。なんともレトロな感じのポーチです。本体はファスナーで開閉します。本体部分も丁寧に作られています。また開くとこんな感じでガバーッと開きます。とても使いやすそうです。内側の生地はポリエステルの生地でサラッとした感じです。大きめサイズのポーチです。こちらキルト芯が入ってるのでしっかりした感じです。底部分のまちもしっかりあります。260番はワンちゃんのポーチです。花柄の生地のポーチ、そしてシーズーがスカートを履いてます。ビーズがちょこっとあしらってあります。星も刺繍されています。同じようにファスナーで開閉します。ガバーッと開きます。内側ポリエステルの生地です。後ろと底部分、作品番号とお値段を一つ一つご紹介していきます。通販ページはお店のホームページ、のろぺこ新入荷情報2018年5月24日の中から作家さん個々の通販ページをご案内しています。動画の中に途中表示されるカードをクリックしていただくと入荷情報ページに移動します。ご覧になってみてください。259番、2275円、260番、2275円。ご紹介の作品はすべてハンドメイドのためほとんどが一点物です。すでにお嫁入りしている場合はごめんなさい。またのろぺこのお店は常時委託作家さんも募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。ご出店の詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。